アイントプフアイントプフはドイツのごく庶民的な家庭のスープ料理。名前は鍋の中に投げ込んだないし、一つの鍋で調理したのいい。農夫のスープという呼び名もある。ドイツソーセージにジャガイモ、ニンジン、玉ねぎ、レンズ豆などを入れて煮込んだもの。スープのベースはトマトコンソメなど何でもよい。日本で言えば味噌汁のように庶民的でかつ各家庭ごとに 味の異なるものである。自然公園の中にあるレストハウスで提供される安くて簡単な料理といえば、これが定番になる。学校、企業などの校内食堂やファーストフード店、生肉店の軽食コーナーでも供されており、様々なアイントプフの缶詰やレトルトパックも市販されている。さらに軍隊でも炊事場で調理される給食として活用されてきた。 反面で一般のレストランや特に高級ドイツ料理店ではまずお目にかかれない。ナチス政権時代のドイツでは、アイントップフの日曜日というキャンペーンが行われていた。10月から3月までの冬の期間に、毎月1回、日曜日のごちそうの代わりに、アイントップフを食べ、節約したお金を募金するというもので、陶器の助け合い運動と民族共同体意識を高めるためのプロパガンダと、 兼ねていた。ありがとうございます。